ヤドビガイエンジェイオフスカは、ポーランドクラクフ出身の女子テニス選手。1930年代後半に活躍した、当地最大の女子テニス選手で、1937年のウィンブルドン選手権と全米選手権、1939年の全仏選手権で4大大会の女子シングルスに3度の準優勝を記録した。当地では、伝説の女性として誉れ高い。 ジェドル・チェジオ・ベスカという名前が長くて読みづらいことからテニス界ではジェドまたはジャジャと略して呼ばれていたベースラインプレイヤーでフォアハンドストロークの強打を最大の武器にした選手であるフルゲームはヤードビーがジェドル・チェジオ・ベスカ・ゲラートというヤドビがイエンジェオフスカは1931年にウィンブルドン選手権に初出場したが最初の時は1回戦で キティゴットフリーに敗れている。1936年の全仏選手権で、イェンジェイオフスカは、ポーランドのテニス選手として、初めての大舞台に立ち、スーザン・ノエルとペアを組んだ女子ダブルスで、決勝戦に進出したが、そこでは、シモーヌ・マチューとビリー・ヨークの組に6から2、4から6、4から6の逆転で敗れた。イェンジェイオフスカの経歴のハイライトは1937年に、 訪れ、ウィンブルドン選手権と全米選手権の2大会連続で女子シングルス決勝進出を果たす。これは、ポーランド人のテニス選手として、史上初の4大大会女子シングルス決勝戦で、あったが2度とも無念の準優勝に終わった。ウィンブルドンでは、準決勝でアメリカのアリス・マーブルを破って、初の決勝進出を果たし、イギリスのドロシーラウンドと激突する。 決勝の最終第3セットでは、イエンジェオフスカが一時4から1のリードを奪っていたが、ここからラウンドに逆転され、最終スコア2から6、6から2、5から7で敗れて、ウィンブルドン優勝を逃した。同年の全米選手権で2大会連続の決勝進出を果たすが、そこでは、チリのアニタリザナに4から6、2から6で敗れ、またしても、準優勝で止まった。 1936年と1937年の2年連続で、イェンジェイオフスカは、ポーランド年間最優秀スポーツ選手賞を受賞した。1939年の全仏選手権で、イェンジェイオフスカに、再び活躍の舞台がやってくる。この大会で、彼女は女子シングルスと女子ダブルスの2部門で決勝に進出した。 全仏女子ダブルス決勝は3年ぶり2度目の進出で、シモーヌ・マチューとペアを組んで、初優勝を飾る。しかし女子シングルス決勝では、ダブルスパートナーのマチューに3から6、6から8のストレートで敗れ、イエンジェイオフスカにとっては3度目のシングルス準優勝に終わった。1939年全仏選手権女子ダブルスのタイトルが、ポーランド人の女子テニス選手が獲得した。 唯一の四大,大大会優勝記録となるが、女子シングルス準優勝3度の記録は、皇族のポーランド人、テニス選手にとっては到達し得ない国民的な偉業となった。しかし、1939年9月1日に、ヒトラーのポーランド侵攻をもって、第二次世界大戦が勃発する。ポーランド全土はすぐに壊滅し、特に首都のワルシャワは致命的な打撃を受けた。 ライバル選手だったアリス・マーブルの自伝コーティング・デンジャーによれば開戦直後間もなくやーやーイエンジェイ・オフスカがドイツ軍の爆弾で死んだとのニュースがアメリカに届いたという多数の犠牲者を出した第二次世界大戦はようやく1945年に終結する1946年からテニスの四大大会も再開されヤドビがイエンジェイ・オフスカは1947年に 再び全仏選手権のコートに立ち、混合ダブルスの決勝戦まで勝ち進んだ。パートナーは、クリステア・カラルリスト君だが、さすがに30歳代後半に入った年齢的な力の衰えは隠せず、エリック・スタージェスとシーラ・サマーズの組に0から6、0から6で敗れてしまった。この年に、彼女はアルフレッド・ガレールと結婚した。 イエンジェイオフスカは50歳代の1966年までテニスを続け、後に自伝も出版した。ポーランドの文学作品では、彼女はスウェーデン王のグスタフ5世とテニスを楽しんだ、パートナーとして語り継がれている。1980年2月28日、宿ビがイエンジェイオフスカはカトビセで67歳の生涯を閉じた。ありがとうございます。